はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で活躍されている方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、ぜひこの動画が面白いなと思った方はグッドボタンと、あとチャンネル登録をよろしくお願いします。今日はですね、国際協力の中で NPO 法人の代表として活躍されていらっしゃる新井さんにお越しいただいたんですけれども、新井さんの自己紹介いただいてもよろしいですか？はい、コンフロントワールドという NPO 法人で代表理事を務めております新井と申します。で、普段は本業が普通に IT 企業で働いておりまして、そことダブルワークというような形で NPO の経営者と普通のサラリーマンをやっているような人間になります。はい、なるほど、ありがとうございます。なかなか両立してね、 NPO 法人の代表と会社員を務めている方っていらっしゃらないと思うんで、ちょっとそこも葛藤も含めていろいろお聞きしたいなと思ってるんで、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。早速なんですけれども、新井さんがそもそも国際協力に興味を持った企画からお聞きしていきたいなと思ってて、もともとは一人旅が好きで、最初に海外に行ったのが18か19の時なんですけれども、じゃあ大学 1,2 年の時、1年の終わりの春休みにタイとラオスとカンボジアに一人旅に行きまして、その時にカンボジアすげえいいなって思って、またカンボジア行きたいなって、面白い形で行きたいなっていう風に思ってたら、たまたまボランティアみたいなところでカンボジアに行くことになったので、そこからずっと国際協力をしているっていう、なんか旅の現地に行く一つの手段みたいな感じで最初は始めました。なるほど、ありがとうございます。ちなみに、旅をしようと思ったきっかけって何かあったんですか？一人旅については、最初海外に一人旅する前に日本国内に一人旅に行ったんですけれども、そこでゲストハウスみたいなのがありますね。ですけれども、大学1年の夏とかだったんですけれども、相部屋にいた人がもっと世界一周した人で、そうなんですね、世界一周した人だったんですよ。その時の写真であったりとか、すごい話とか笑いながら話していて、俺も海外行きたいなっていう風に思ったっていうのが始まりですね。なるほど、ありがとうございます。実際旅でバックパッカーみたいな形でアジアに行かれたと思うんですけど、何かその時期で印象的なところってありました？これがボランティアにも結果的にどっかでつながってるのかなって思うんですけれども、人の優しさだったんですよ。そうなんですね。もともとカンボジアとかって貧しくて、お金とかも詐欺ってきて危ないっていうイメージがあったんですけど、たまたまゲストハウス泊まっていた時にすごい優しくしてくれた日本語話せるカンボジア人がいて、でその方にいろいろ、それこそアンコールワットとか連れてってもらったりとか、ごちそうとかしてくれたりとかして、で最後に夜行バスでカンボジアからタイに帰る時に、お金取られるんだろうなって最後思っていたら、また来てくださいって言われたんですよね。それでバイバイってして終わって、あれ？なんかお金取られないの？みたいな、すごいなんか申し訳なくなって、自分の心は何だったんだろうみたいなことを考えたりとか、自分の思い込みってあったな、ただ貧しいところとかもあったりとかしたので、じゃあこのカンボジアにまた旅として来たいな、でもなんかカンボジアに罪の意識があったので、それを取り除くっていう理由で何かしたいなって思ったっていうのが、人の優しさっていうのがすごい印象的でしたね。じゃあそういったところがあって、バックパッカーで優しくしていただいて、そこの国についての興味を持ったっていうのと、何か還元したいなっていう考えが思いついたって感じなんですかね。っていうところですね。なるほど、ありがとうございます。じゃあその後日本に戻ってくるじゃないですか。宣言通りボランティア活動していったって感じなんですかね。いや、そうでもなかった、ただ、もう一回行きたいなっていう気持ちがあって、ボランティアとかを調べたかでいうと、そうではなくて、たまたま3カ国行った時にラオスで会った人がいて、カンボジアの後にラオスに行ったんですよ。そのラオスで会ったのが日本人の同い年ぐらいの大学生バックパッカーで、僕がずっと話してたんですよ、カンボジアでこんなことがあってっていう話をしてて、で日本に帰ってきたら、たまたま LINE かなんかで連絡先交換してたので、カンボジアに井戸を建てる団体やるから来ないって言われて、それで行きますって言って入ったのが、学生団体、学生のサークルなんですけれども、そこはこの大学のサークルっていうわけではなくて、いろんな大学の人が集まるようなサークルにメンバー的な感じで入ったって感じです、ね。そうなんですね。じゃあそこで活動している内容っていうのはどんな感じだったんですか？日本でチャリティーイベントとかをやって、少しずつ募金みたいなのを集めて、夏休み春休みの年2回カンボジアにみんなで行って、でそれで井戸代渡す。そういうことなんですね。観光とかもしつつ、現地の小学校に訪問したりとか、そういうことをしてましたね。そうなんですね。じゃあそのボランティア団体に所属しつつ、そこがボランティアの主体でした？基本的にはそこがメインだったんですけれども、その後に1年休学して世界一周、そうなんですね、ボランティアをするみたいなことがあったので、学生時代全体で見ると、学生団体で仲間と一緒にカンボジアでやっていたのが半分ぐらいで、残りは一人でボランティアを探して
して、はい、ボランティアいろんなところで。なるほど。え、それ世界一周しながらそこの国々でボランティアをするっていう感じだったんですか。そうですね。やば。そうなんです。実際何カ国ぐらい行かれました。15カ国ぐらいになりますね、はいはい、どことか行かれたんですか。アメリカ、はい、アメリカ行ってスリランカ、はい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 、インド、ネパール、はい、ブータン、ケニア、スペイン、はい、デンマーク、フィンランド、はい、アイスランド、ペルー、ボリビア、はい、あともうほぼ旅行みたいな感じですけど、コロンビア、はい、メキシコ、ちょっと、はい、あ、そうなんだ、ね、めちゃくちゃ行きましたね。その休学じゃない期間でも、はい、旅行とか好きだったので、それでボランティア関係ないですけど、面白い国でいうと北朝鮮に行ったりとか、冷麺が美味しいですね。やっぱそうなんですね。ですね。僕は人を助けたいっていうよりも、うんうん、新しいものを見たいとか、うん、冒険したいみたいな方が強かったりはしますね。それこそ世界一周してる時もボランティアしてない国も全然あるので、うん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 、例えばスペインなんてパエリア食って終わりなんて、はい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 、とかフィンランドとかもサンタクロース村行ったりとか、うん、でサウナ入って終わったりしてるので。サンタクロース村なんてあるんですか。ありますあります。あ、そうなんですね。サンタクロースに会えますね。サンタクロース皆さんいるので。まあ観光名所ですね、うん、なるほど、そうなんですね。だからそういう旅みたいなことは好きなので、いろんな景色見るとか、行ったことない国行くとか、そういうのはものすごくやってたかなっていうところと、まあ、ただ一方で学生団体の時にボランティアをやっているので、まあ、ボランティアの楽しさみたいなのはあったので、ただ旅行するだけじゃなくて、せっかくなのでやっていたボランティアみたいなのをいろんなところでやってみようっていうのがやっていたことですね。なるほど。ちなみになんですけど、はい、総計どれぐらいかかりました。150万ぐらいだった。そんぐらいかかるんですね、やっぱり。結構これでも安く抑えたと。はいはい、はいはいはい、もちろんヨーロッパ行かなければグッと下がります。まあそうですよね。待ち期間ももっと短くすれば、はい、で僕の周りでも100万ぐらいで行ってる人とかもいたので、うんうん、へー、そうなんですね。なので当時と今で物価がもしかしたら違うかもしれないですけど、はい、全然行けるは行けますね。確かにそうなんですね。その中で十数カ国行かれてたと思うんですけど、一番印象に残ってることとかってあります。いっぱいあるんですよ。いっぱいあるんですけど、はいはいはい、やっぱ今 NPO を立ち上げたことにもつながるのが、ケニアの個人での仕事なんです、はいけれども、はい、まあ、ケニアの個人ってすっごい汚いんですよ。言い方ですけども、ね、水とかもないので汲みに行かなきゃいけないだったり、うんうん、電気も基本停電してる、うん、でトイレも誰も掃除してないみたいな感じだったんですけれども、はい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 、その個人で一人子供が亡くなってしまって、そこがすごい自分の頭の中とか心の中には残っている出来事で、うん、人って死ぬんだみたいなことを考えましたし、はい、じゃあ自分が行った時にもっと綺麗にしてたりとか、めちゃくちゃ寄付とかしてたら、うんうん、その子供助かったんじゃないかっていうのとか、いろいろ考えさせられたっていうのはありまして、うんうん、もし自分があの時の過去の行動を変えたりとかして、あの子供が亡くならずに済むんだったら助けたいっていうのは思いますし、まあ、そんな感じで、じゃあ自分がちょっとでもできる行動で亡くなってしまう子供を減らせるのであれば、うんうん、NPO みたいな活動をしていきたいな、国際協力していきたいなって感じた出来事だったので、はい、まあ、もちろんスペイン行ってパエリアとか美味しかったりとかアイスランドオーロラ見たりとか、はい、マチュピチュ綺麗とかいろいろあるんですけど、はい、ただ学生時代のタイミングで感じられることっていうので、うん、一番今の自分を形作ってるものはその経験かなって、うんうん、なるほど、そういうことですね。確かに日本に住んでたらあんまり身近に死っていうのを感じないですよね。あとはその死っていうのを強く感じたのが、うん、学生時代に一度自殺みたいなことをしようとした時がありまして、うんうん、そうなんですか、はい、まあ、その時躁うつ病だったんですけれども、うん、まあ、その時に人生やめたいと思って自殺しようとした、はい、としてでも怖くてできなかったんですよね、うん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 、自殺ってやっぱ怖いので当たり前ですけど、はい、やっぱり自分は死のうと思ったけど死ねなくて、うんうん、でその子供は生きたくても生きれなかったっていうのがあったので、なんでそういう運命になっちゃったんだろうな、なんで自分が生きてるんだろうなっていうのは今でもやっぱり考えますね。もちろんそれだけじゃなくて、まあ、海外でボランティアって別に貧しい人のところ行って自分が何かするっていうよりも、現地の問題とか課題を解決したい人と一緒に協力して何かやるっていうのがメインなので、うん、はい、その現地の人の自分の国を良くしたいっていう思いみたいなのを見てやっぱ感化されている部分もありますし、やはりどっかで海外につながっていたいっていうところもあるので、結局その経験がなくても僕は多分同じようにはなってたと思うんですよ、ね、なるほど。もちろんその時期にそのアクションを起こしたことが将来どういう風につながるかっていうところはその時点で分かんないですけど、今の時点で見た時に過去のそういう経験があったからこそ今の自分がいるんだっていう風には考えられるってことですよね。
ね、はい、うんうん、ありがとうございます。世界一周とか国際協力に興味を持ったきっかけから自分がどういうアクションを起こしてきたのかみたいなところをお話しいただいたんですけど、まあ、ちょっと次の動画ではその後大学卒業してからどういう道に進まれたのかっていうところも含めてお聞きしようかなと思っております。はい、じゃあ本日ありがとうございました。ありがとうございました。